はい、こんにちは。マナトでーす。で、今日のね、サクッとカジノルーレットを回していきたいと思います。で、昨日はね、ちょっと休んでしまって、今日ですね、また改めてやっていきたいと思います。今日は10月11日ですね。月曜日になりました。今週も頑張ってやっていきましょう。では、早速回していきたいと思います。いいかな。じゃあ行きまーす。はい。これ加減がわからないんだよね。さあ今週は今日は何が、おいた、おったー、4番の魚の前に2500チップですね。これ取得することができました。はい、ということでこの2500チップ、これをですね、このカジノで遊べる、まあ、コインですね、コインみたいなものですね、が当たりました。これは、もしカジノで遊ばないという風であれば、こちらのキャッシャーですね。キャッシャー、いいのかな、これ。うん、キャッシングでですね、お金に換えることができるんです。で、この、ちょっと目つきが怖いお姉さんがおるんですが、すごい目つき悪いよね。怖い怖い怖い。で、この人に話しかけて、チップを取り出す。あ、つまりビジターボーナスですね。ビジターボーナスをもらっていきましょう。はい。ビジターボーナスもらって、2600チップになりました。で、チップを取り出すっていうので、タブボタンを押すとね、すべての金額を取り出すことができます。これやると、お金に変えれるんですよ。エンターを押すと。え、これ赤いだ。ね。はい、プラス2600ドルにね、なりました。ということで、こういうふうにね、お金を変えることができます。はい。毎日ね、さっきやったビジターボーナスっていうのもね、買えれますので、この姉さんにね、ぜひお金か、声をね、かけてみてください。ちょっと怖いですけどね、怖がらずかけてみてください。はい。ということで、じゃあね、今日はですね、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、残念でしたけども、2500チップですね。今日はね、もらうことができました。反対。はい。ということで、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。